日本に住んでるんだったら別にいいかなって思う。あの胸が大きいって羨ましいって言ったんですけど、みんなそうなんですか？それ海外の人が隠してたらもっと理想に見えるんですか？ああ、それちょっと話違いますよ、なんか。Hey guys and girls, it's Cathy Cat. This time we're gonna go hit the streets of Tokyo and ask Japanese people to react and give us their opinion to differences in body types between girls in Japan and girls abroad. So let's go and ask Japanese.海外の女性の体型は日本の女性の体型とちょっと違ったりする感じたりとかしてますか？はい、もう両極端に分かれてるイメージがなんかすごい細いかちょっと日本の人に比べたら丸いかみたいな、どっちかに分かれてるなっていうイメージです。なんかメイクとかもだいぶ日本とは違うかなって思いますね。あ、例えば海外の方がなんかもっとなんか 濃いっていうか、なんて言うんだろう、目力が濃いとかそういうイメージがあったりしますね。私は骨格とか、なんだろう、肩が結構こうなって張ってて、ボンキュボンみたいな。ぶっちゃけ羨ましいですか、いらないですか、どうですか？ちょっと、ちょっと、どうですか？どっちかって言われたら、いらないです。私はそんなではないかな。日本に住んでるんだったら別にいいかなって思う。日本に住んでるんだったら別にいいって理由は？日本だったらなんかみんなこう細いじゃないですか、結構。そういう人あんまいないから、海外だったら、なんて言うんだろう、そういう体型が、なんか魅了なのかなみたいなのは思いますね。日本だったら目立つし、なんか日本の人の体型のいいっていうイメージがやっぱりお尻はキュッとしててみたいな、ボンキュッキュの方があのいい体型みたいなのが多いかなって思うから。ボンキュッキュッと良ければ、ボンはどこまでなんか理想なのがあるんですかね？目立つほど、なんか街中歩いててうわって思われるほどはいいかなみたいな。逆に、おぉ、いいなではなく、おぉ、目立つって感じ？目立つって思う方が多い。ちょっとマイナスって感じですか？そうですね。うってなんか、引いちゃうのかなっていう気はありますね。おぉ、じゃあ、あの海外の、ああいいな、羨ましいではなく。自分っていうより、外国の人がそうだから、多分綺麗に見える、生えて見えるのかなっていう思う。顔のイメージと合わないのはあるかな。なんか濃さが全体的に薄いから、なんか全部薄くていいみたいな。いらっしゃいませ。日本の理想ってはどんな感じなんですか？なんかもうめっちゃ細くてみたいな。めっちゃ細い。自分もそれ理想なんですか？できればなりたいです。え、なってんじゃないですか？違いますね。今ってことは、今自分は細いと思わないんですか？思わないですね。どうですか？思わないです。お疲れ様です。でかい、でかい。で、どうだろうな。でも意外になんかもっと海外の人ってぽっちゃりしてるようなイメージあるけど、意外にすげえスタイルめっちゃいいっすよね。個人的にぽっちゃりありって感じ。いや、僕はあんまり好きじゃないから。でもめっちゃ綺麗な人多いし、さっきいろいろ歩いたけど、いろんな外人さんおって、すげえ日本人とはまた違うスタイルの良さがあるですね。もうこういう体型の人とか、はいはい、こういう体型とか、はい、まあ、日本にはいやいないっす。こんなに巨乳な人いないっすよね。そういう日本人に行ったら似合う？いや、日本人は多分細い人が好き、まあ人それぞれですけど、でもほとんどは多分細い人が好きだと思います。今めっちゃぶっちゃけ聞いていいですか？なんかあのイメージ的には海外もそうなんだけど、胸が大きければ大きいほどいいって言うんじゃないですか、はい、日本もそうなんですか？僕はあんまり胸が大きい人が好きかって言ったらそこまであれですけど、逆に言っちゃえばみんなケツがでかい方がいいじゃないですか、外国人の方って。日本人は逆にそれがないかなってと思う。あの海外には OK だけど日本では流行らない？流行らんじゃないですかね。まあそんな気にしないですけどね。細すぎるのも嫌だけど太すぎるのも嫌だ。ちょうどいい中間がいいかな。パンパカパーン。カドルのパーツは大体海外の女性のどんなところが一番違うんですか？お尻。お、何ですか？すごいなんか筋肉っていうか、そこ鍛えて綺麗なラインが作ってるなと思います。日本人はストンって感じ。
か。お尻の上がり方とかこのラインがもう本当に全然違いますね、海外の人は。私が着たい服、なんかラインがまっすぐな感じがいいので、まあボンキュッポンじゃなくてもいいかなって自分では思います。でもぶっちゃけ聞きますけど、胸大きい方か小さい方、どっちも日本で流行りますか。まあ、女性から見てだったら大きい方がいいのかな。どうなんですか。どうなんだろう。でも今男性も小さい方が好きっていう人も多いので、両方ありなんじゃないかなって思っちゃいますね。まあ、一般的にはのお店ではそういうサイズは売ってない、言ってる。その特別その胸が大きい人とかは選ばないと買えないかもしれないですね。始めます。海外の方は足長いイメージ、あ、手足が長くてシックな感じのがよく似合うとか、あとよく足出してる、足出してなんかセクシーな格好とかがすごい似合うなって思って、羨ましいなって思います。ただここの外国人はそうではないんですけど。あ、そうなの。あのほら手足とか同じじゃないですか。でも目とか大きいじゃないですか。目とかこう彫りが深くて鼻高くてみたいな。日本人はメイクしてそういうのを頑張らないといけないから羨ましいなって思います。可愛いなって思います。体型的に何か差があるんですか。ボンキュッポン。そう、なんかもうスタイルが全然いいなって思います。外人の方細いってことですか、それともなんかラインが違うとか。細いし、ちゃんと出るとこは出ててなんか日本人にはあんまりない体型だから、まあ羨ましいなって思います。まあ、胸がすごい大きいのはすごくなんか羨ましいなって思います。羨ましいですか。はい。海外から結構日本の服とかって来るじゃないですか。結構海外用に作られてるので、なんか足の長さとかも結構日本人には合わないようなサイズとかもあったりして、でもそれもそれですごく好きな、そういう海外の服が好きな方とかもいると思うので、全然似合う似合わない関係なく好きなものを着ればいいかなって思います。あの胸が大きいって羨ましいって言ったんですけど、みんなそうなんですか。まあスタイル、なんか魅力的な女性って結構そういう感じかなっていうイメージは私の中ではあります。シンプルな服とかでも外国人の人が着るとすごいおしゃれに見えたりするので、外国人の体型羨ましいなって日本人の人は思うと思います。日本人は多分それが羨ましいっていうのもあると思うんですけど、まあちょっと目は引くと思います。こういう日本人がたくさんいるところで、そういう際立つ格好じゃないですか。そういうそのなんかボンキュモンさんこうね主張した感じだと、だから目立つし綺麗だし、こう引くってわけじゃないけど、自分もやりたいなみたいなのも実は思ってたりするかもしれないと思います。ちょっと待ってね。女性の体型のどういったところは、だいたいなんかこれは日本と違うなと思ったところは、なんかその胸元が開いてる服とか、日本人だとちょっと恥ずかしいような、恥ずかしいって言ったらあれですけど、ちょっと遠慮して着るような服をすごい着こなしてて、なんかすごい自信があるんだなっていうのは思ったりはしますね。あ、確かになんか日本で全部隠したりとかするイメージが。そうしますね。なんか自信があるからそういうことできてすごいなと思います。それなんか日本にもあってほしい、それとも日本は日本のがいいとかなんかあるんですか。いやでも日本人らしさって言ったらあれなんですけど、ちょっと謙虚じゃないですか日本人って、うん、だからあんまりその激しすぎずっていうか、自己主張しないで控えめでもいいよっていうのはありますね、日本人は。海外には自信があるってことは、なんか大きさがあるから自信ってことですかね。まあそんな感じですよ。まあ足が長かったりだとか、まあ大きかったりだとか、まあいろいろ特徴して、まあ日本人より勝るものが必ずあると思うんで、かっこいいから僕的にはいいんですけどね、はい。じゃあ個人的にどっちが理想なんですか。日本のちょっとなんていうか隠してる方か、海外のワーオって。そうです。まあそれはちょっと時と場合による感じですかね。ちょっとまあ季節含めて、はい。あ、まあ、お夏だったらオープンで。まあはい、いいんじゃないですか。僕は全然。どうなんですか。自分はやっぱ控えめの方がいいかなっていうのはありますね。そのやっぱり日本らしさの。そうですね。あんまり隠す感じ。隠すっていうか、まああんまり主張しすぎず、控えめっていうかの方がいいかな。なんか海外の人結構出してるイメージがあるじゃないですか、露出的に。それ海外の人が隠してたらもっと理想に見えるんですか。
あー、それはちょっと話違いますよ。なんか外国人らしさっていうか、日本人らしさと海外の人らしさがあるって思ってるんで、日本人らしくしてほしいし、外国人だったらその自分の体をもっと見せてほしいみたいな感じは。自信満々で歩いて OK って感じ、まあ、そんな感じです。でも自分らしさが大事だと思います。There seems to be a thing that curvy girls are okay abroad, but not so much in Japan. That's because the average Japanese person is quite skinny, but that is not natural. They are trying their best to be that skinny. Also, having too much of a chest or too much of a butt might be a bit of a problem because you might not be able to find clothes that fit. Yes, Mr. Fitch, you can't find clothes that fit. Also, people might give you weird looks if you are too curvy. Now, I know that abroad, like in certain Western countries, it's okay to wear something with cleavage and similar to show off the generous curves that you have been blessed with. However, in Japan, it's a culture where you generally hide these areas. So even if you are well endowed, you can't really show it off as much. You have to wear clothing that covers it in most situations, which might be hard because you might not find the right clothing that fits you. So just be prepared, and maybe if you're well endowed, congratulations, but also make sure that you bring appropriate clothing that covers the area. If you have a cleavage, people will stare, people will give you weird looks, and you might draw some negative attention to you. So just be careful about that. So what's your idea or opinion on the differences of body types? Let us know in the comments down below. Always be nice to each other, and I hope I catch you soon for more stuff from Ask Japanese. Bye!